富井大輝です。20問20答いきます。小学3年生で兄がやっていたので始めました。とりあえずサッカーを純粋に楽しんでください。新地は埼玉で、地元のおすすめは、やばいこれ、浦和レッズ。岡本家と坂家とディズニーランドに行ったことです。嫁の実家で、なんだろう、テレビ見ながら年越しそばを食べてました。茅ヶ崎のアスカさんという焼肉屋さんが美味しいです。サバ缶チャーハン、子供が、ね、好きなんですよ。なんだろうな、やばい、ない。嫁、あれ見ました、サイレント。ないな、つまんないな俺。サッカー、本当にサッカー以外何にもできないんで、得意なスポーツはサッカー以外ありません。カズナリか、カズナリか、まあタクヤかな。食おうか、ご飯美味しそうじゃないですか。もうな、長くても子供たちと遊ぶから24時間でいいかな。たくさんあって、まあ、皆さん知ってると思いますが、サバを食べる、谷光生、落ち着いてプレーしているところと楽しみながらプレーしているところを見てほしいです。個人的な目標はまず怪我をしないことを第一の目標にやっていきたいと思います。去年もというか毎年熱い応援ありがとうございます。今年も一緒に5位以上目指して頑張りましょう。よろしくお願いします。